かきしてあげよっか。ねえ、なんかぼーっとしてたからさ、これは耳かきしてほしい時の君だなって。どうどう、お姉ちゃんの直感当たってるでしょ。ねえ、晩ご飯の献立を考えてただけ。なあな、残念。せっかくお姉ちゃんが耳かきしてあげようかなって思ったのに。え、別に耳かきはしてもいいの。やった。それじゃあ早速やろっか。ほら、お姉ちゃんのところにおいで。よしよし、よく来れたね。ワンちゃんみたいで可愛いぞ。ワンワン。わわわ、あっち行かないで。ワンちゃんは使いして悪かったから。ふふ、機嫌直してくれてありがとう。ヒュー。捕まえたぞ。もう逃げようとしても離さないからね。さてさて、耳かきしようと思うんだけど、せっかくだからいろいろ試してもいいかな。あ、実は耳の毛とか最近
いい子にしてたかな。再会していくね。じゃなくて、オイルマッサージするだけだから。
しまいですよ。それじゃ、お耳は綺麗になったところでオイルマッサージしていくね。お耳、触っていくよ。ちなみにね、お姉ちゃんは大満足です。君のお耳、とっても柔らかくて、触ってるとね、なんだか火が灯ったみたいに心が熱くなっちゃう。やっぱり、お姉ちゃんの見立て通り、君のお耳は素敵なお耳。
ちはこれでおしまいにしよっか。お次はこのふわふわのタオルでお耳拭いていくね。
だそうだ。これは発端だった。ふふ。それじゃあ、釣りの道具を使っていくね。Okay.
耳はすっきりできたのなら、次はお耳の中をすっきりさせよっか。綿棒でお耳の中、お掃除していくね。ゴシゴシ。ゴシゴシ。
しい。しっかり目に取っていくよ。最後はこれでしょ。ふふ。入れていくね。
ペアおしまいだよ。お姉ちゃんに付き合ってくれてありがとね。よかった、君も満足してくれたんだ。お姉ちゃん嬉しいな。さてと、今日はこれから予定もないし、あとは二人でのんびりしてよっか。わ、覚えてたんだ、君ってば。真面目なんだから。ええ、やっぱり明日にしない。君も手伝ってくれるの。やった。君がいてくれたら、お姉ちゃんいくらでも頑張れちゃうよ。それじゃあ、パカッと終わらせて、後でのんびりしようね。よし、お姉ちゃん、頑張っちゃうぞ。